夜8時を回りました、日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です、番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君博と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。お願いします。番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com まで、お願いします。で、YouTube でも同時に、配信をしております。視聴を見逃した方はこちら、YouTube から入っていただいて、FM ギノワン日曜日の憂鬱で、ご視聴できますので、こちらも合わせて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今週も始まりましたね。はい。6月第一発目ということで。はい。はい。ですね、今日はなんか、サラリーマン川柳2022年が、発表されたので、その場でちょっと、いいですね。発生しますね。はい、お願いします。はい、まず一つ目が、ウイルスも上司の指示も変異する。変異しますね。まあ、これ、あともう一個あるあるなんですけど、恋心をマスク外せば鼻と散るっていう。まあ、これ、めちゃめちゃあれですよね。マスク美人問題ですね。はい、これもうでもマスク本当に外せないくなっちゃいますよね。そうですね、はい、楽ですしね、マスクしてたらお化粧しなくても。そうですね、取れないとか。なんかでもこう覆ってると安心感みたいなのがあるから、それが癖になっちゃうのもあるかもしれないです、ね、そうですね。特に女性はもう、なんか結構これ問題になりそうですね。なんかいろいろ、なんか外さないとかってなると、またパワハラ、セクハラとかっていう。まあ普通だったら今までの常識でいくと、基本マスクはその人前ではしない方がいいよというのがあったと思うんですけど、この2年間はむしろマスクしないとダメっていう。そうですよね、はい。ちょっと常識が変わりましたもんね。そうですね、まあ、どうなっていくんでしょうかね。どうなっていくんでしょうかね、はい、なんかもう一つぐらいお願いします。はい、もう一つ、じゃあもう二ついきますね。はい。もう一つ目がですね、巣ごもりで M から L に服反応っていうことですね。うまい。うまいですね。うまいです。もう一個。うまい、うまい。もう一個なんですけど、はい、家飲みで溢れる缶に妻カンカンっていう、まあ、これ両方リンクして、素晴らしい。要はまあ飲む量も食べる量も、家にいる機会が多いと増えてるっていう。確かに確かに。いや、うまいですね。どちらも上手だな。上手ですよね、なんか。ね、缶でカンカン。まあ。ありますよね、うん、なんか今回はそのもうコロナで生活様式がもうガラッと変わってるので、コロナがやっぱり受けるんだなっていう。うんうんうん、M から L に副反応。うまい、本当に。うまい、副反応と。ね、うまい。もう皆さん実感してるところですしね。そうですね、もう、はい。久しぶり妻とお出かけ接種場とか。虚しいですね。つなぎたい親は絆でコア Wi-Fi とか。なかなか、ね、Wi-Fi ね、 Wi-Fi 大事ですからね。絆が大事なのに繋がれてるのは Wi-Fi みたいな。 Wi-Fi 繋がってくるみたいな。面白い。
確かに仕事でオンラインとかでやってる方はもう Wi-Fi 繋がんなかったらもう生命線ですからね。生命線です。本当です、本当です。絆もクソもあったもんじゃないですかね、そういう絆必要必要もうすごい大事ですよ、そこ Wi-Fi あるのみたいな。そうですね、というご紹介でした。はい、ありがとうございました。ではここで1曲お聴きください。あいみょんでマリーゴールド。はい、このなんか曲選曲は毎回工藤敦子さんがされてるんですけど、いまだに女性のアーティストしか採用されてないっていう実は男性、実はそうでしたか。男性一度も、はい、なるほどですね。そういえば日曜日の憂鬱のオープニングとエンディングも女性ですね。はい、そうですね。おお、やっぱりちょっとね、優しいトーンがいいなと思ってる。そうですね。男性が採用されるのかはちょっと分かんないですけど、こう言うとちょっとまた来週それに反応しちゃいけないので、はい、ここら話題は伏せてみましょう。はい、分かりました。チャフラットな気持ちでまた選曲します。はい、はい、じゃあお便り、はい、お願いします。はい、また先週に引き続きです。はい、東京都大田区の、ミスターパーフェクトさんから、はい、今回もラジオ聞きました。体の心配ありがとうございます。糖質ゼロは美味しくないので普通のコカ・コーラ一択です。瓶が一番うまいですね。ジンジャーエールも本格的なやつは渋くて飲めません。子供と味覚が一緒です。はい、で質問です。炭酸水だけで飲む人がいますが、炭酸水の美味しさが分かりません。おえってなっちゃいます。炭酸水の美味しさを教えてください、だそうです。はい、ミスターパーフェクトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと補足すると、はい、先週のお話の続きですよね。そのお酒飲めなくって、でその時コーラ飲んでるっていうお話で、でも糖質が心配だから糖質ゼロねって言ってたことに関する、はい、お返事でしたね。そうそうそうです。まあ、そこから、今回は炭酸水がどうかっていう。私炭酸水好きです。そうですね、はい、なんか炭酸水の美味しさって結構その味わって飲むもんじゃないですよね。なんかもう喉乾いた時に なんか水の代わりにこう刺激があって、うんうんうん、まあ、夏とか特にですね、なんかシュワシュワしたいんですよね。そうですね、うんうん、そうなんですよ。だから強炭酸好きですけどね。そうですね、うん、だからどうなんでしょうね。美味しさは特にないじゃないんですけど、じゃあ水が美味しいかっていうと、水だって飲まないし、うん、炭酸水もそんなに味わって飲まないけど、なんかこう喉でこうなんか喉越しじゃないけど、そうですね。私なんか味がないのがいいと思ってるんですけどね。ああ、やっぱりなんかそう、今お茶じゃなくてお水飲みたいみたいなのありません？ありますあります。味がついてない方がいいっていう、うん、そうですね、うん、でも最近水もなんか結構味がついてるやつが多いですよね。あ、そうですかね。なんかレモンとかなんか、ああ、ちょっとフレーバーつけてたり。あ、そうそうそう、そうですそうです。はいはい。だからどうなんでしょうね、この、まあ、ただコーラはやっぱ甘い、なんかあの味が美味しいのか、コーラと比べちゃうとちょっと違いますよね。何か。あ、確かに違いますね。うん、コーラもね、すごく飲みたくなるときありますよね。ありますね。でもありますけど、でも。どうなんですかね。なんかもう体に悪い、なんかこう糖類とか取りすぎちゃいけないっていうちょっと部分があるんで、なんかこう飲みたいけど別になくてもいいかなっていう感じですかね。でもやっぱり炭酸水はハイボールとかお酒に割ると一番美味しいですよね。ウイスキーとか、うん、美味しいですね。もうハイボールのために買ってたりしますよね。うん、だから昼間はやっぱハイボール飲めないんで、そのなんかこう仕事の合間にカーッと、はいはい、なんかわかります。私もなんかちゃんとダイエットしてた時はお酒、この炭酸水をお酒だと思って飲もうと思って飲んでたりしてました。あ、うん、雰囲気だけでも、うんうん、まあなんかあれですね、お口はなんかバカっていうぐらいなんで、味覚ってすごいこう実は曖昧だったりするみたいな、そのなんか心理学上ではです。そうなんですよ。だから結構その芸能人の格付けとかの番組ってあるじゃないですか。お正月にやってますよね。
あれはなんか国産黒毛和牛 A5 ランクを普通に豚と間違ったりとか、うん、下手したら鳥と間違ったりとかっていうのもあるし、はいはい、まあ、そのぐらい目隠しをされたりすると、あの味覚ってかなり来るので、人はほとんどもう視覚でこう洗脳されたそのイメージだけで美味しさ雰囲気を味わってるっていう心理学的なものがあるみたいになって、だから、まあ、目をつぶってコーラと思って飲めばいいんじゃないでしょうかね結論は何でも炭酸水も目をつぶって飲んで、これはコーラだ、まあ、コーラだよって言って飲めば、うん、コーラだと思えばいいんじゃないですかね。なるほどですね。じゃあペットボトル移し替えといたら分かんないかもしれないですよね。そうですね、コーラのペットボトルに、はい、炭酸水、それがあれですよね、よくあの食欲をねなくすために青いものだとこう食欲なくすから、うん、なんか青いパウダーかけてダイエットになるとかありますよね。そうですね、うん、だから視覚聴覚でなんかもうな味覚ってとにかく一番下らしいんですよ、その肝の中では。そうなんですね、はい、なので味覚、はい、うん、そうですね、もうコーラと思って目をつぶって目隠しして飲めば、ね、ぜひミスターパーフェクトさんに試していただいて、はい、もしよろしければご感想をお寄せください、うん、なんか多分あのアルコールフリーのビールとかもなんかビールじゃないですか、あれって目隠ししてこれビールだよって出されると多分分かんない人も分かんないと思うんですよ。分かんないです、あの思います、飲み慣れてる人じゃない限り、うんうんうん、うん、そうですね、なるほど分かりました。じゃあそれでお酒の代用も聞くってことですね。そうですね、そういうことで、うん、はい、またお便りお待ちしてます。ミスありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではもう一件ですね。東京都の東京都武蔵野市のセイラさんからですね。はい。こんばんは。毎週楽しんで聞いています。お二人の会話の絶妙な間の取り方と自然な流れにほっとします。平均身長ミニマムかか。うん、心はミニマムに縮こまりたくないですね。先週の放送、うん、YouTube アップされてなかったですが、今宵は嬉しきムシムシ暑さを吹っ飛びました。感謝です。PS、薬指の下に太陽線、縦に線入っていました。やったーだそうです。感想です。皆さんやったー。ああ、よかったです。ご感想ありがとうございます。嬉しいですね、はい、うん、ちょっとでもほっとしていただけるんだしたら嬉しいですね。なんか先週本当その YouTube はなんか YouTube の方が障害があったみたいで、はい、あ、そうなんですね。 YouTube 側ですかみたいですね。なんかその、まあ、あの世の中で裏で言われているあの水星逆行の時には電波障害が起こるっていうはいはい、言われてますよね。ではないでしょうかっていうことなんですけどそうですよね、先週は特にそうですね、水星逆行の時ですもんね。そうですね、はい、水星逆行って ちなみにどういうことか分かりますかあのすごく詳しくは分かってはないですけど、はい、普通地球から見た時に水星とか惑星がこう回っている方向が逆に見えるってことですよね。あ、はいはいはい、逆に見えるような時期って言ってて、で水星はその通信っていうかコミュニケーションを司る星って言われてるので、まあ、それが順行じゃなくて逆行してるからそういうコミュニケーション障害が起こりやすい、通信障害が起こりやすいって言われてる、だと思います。そういう、そうなんですね、うん、でも確かにちょっとオンラインのトラブルも多い気がしますね、この1ヶ月ぐらい。接続うまくいかなかったりとか。全部衛星関係してますからね、宇宙にやっぱり関係してると、そういうことも あっても不思議ではないですよね。不思議ではないと思います。なんかやっぱりね、地球上で生きてる単なる生物なので、そういう星の影響があっても、あーって納得できるところありますね。はい。うんうんうん。はい。いう
セイラ、セイラさん、毎週聞いていただいてありがとうございます。ね、ありがとうございます。本当に嬉しいです。励みになります。また頑張ります。はい。うん、はい。はい、ではもう一件ですね。東京都中野区の、中野の SK2 さんから。はい。はい。いつも楽しく拝聴しています。はい、季節の変わり目、中間さん、工藤さんは今までの髪の毛を何色に染めたことがありますか？その時はどんな心境でしょ？でしたかっていうことなんです。おお、髪の毛の色ね。中間さんやっぱりいろいろ職業柄変えますか？まあ、まあ、一応その道のプロですかね。いろいろ一通りはやりました。はい、もう一番ハイトーンのブリーチから。え、金色ってことですか？そうですね。ハイトーンのブリーチから、うん、そうですね。日本人はだいたい先週もお伝えしたんですけど、4レベルから5レベル数字で表すとなんですけど、1レベルにもしたことあります。はい、それって銀色になっちゃうんですか？1が、まあ、なんていうんですかね、ブルーブラックみたいな、サリーちゃんのカブみたいなイメージです。カラスみたいな。はい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 、あれが、ですね、もう本当に究極の黒を極めていくと、ブルーブラックっていう色になるんです。はい、だから、あれに一回やったときに、うん、もう本当に病気かっていうぐらい、何人の人に病気かって言われた22歳の時ですかね。はい、本当に人にめちゃくちゃ惹かれるので、あんまりおすすめはしないです。それ単品です。そうですか。キャラクターにもよると思うんですけど、ちょうどなんかその時、多分ちょっと冬で色もと白くなってたんで、はい、余計心配されて、しかも、社会人2年目なんで、もうげっそりしてて、げっそりしてる中に、その、真っ黒にしたっていうところで、本当お前大丈夫かみたいな感じで心配になって。そうなんですね。はい。あとは髪の色は、髪の色はそんなに冒険はしたことないんですけど、はい、私ずっとちっちゃい頃からスイミングスクール通ってたんですね。あ、で多分それで塩素ですごい髪の色がもともと抜けちゃってたんだと思うんです。はいはい、別に何もこうカラー剤とかやってなかったんですけど、茶色いんですよね、ちっちゃい頃から茶色くって、うん、っていうのはありますね。あ、なるほどなるほど、もうあるあるですね、うん、それ。そうだ、地毛がもう黒くないっていうのはありますね。あれやっぱ抜けちゃうんですか、プールの塩素剤って。抜けますね。でも一番抜けるのはやっぱり海ですね。海、サーファーの人はなので、ちゃんと保護しないと、何もしなくて金髪になりますね、もう毎週通ってると。え、そこまで行きますか？そうなんですよ。だから結構オリンピック選手で、日本とかでもそうなんですけど、はい、なんか大体黒い人っていないんですよ、その髪の色が。サーフィンとかの。それなんでかっていうと、染めてるわけじゃなくて、多分あれ色は抜けたんじゃないかなと思うんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんです。うん、本当に海と紫外線っていうのが一番抜けるですね。それって紫外線のせいなんですか、海水のせいなんですか？海水と紫外線両方ですね。なんか紫外線がその人に与える影響っていうのが、その、うん、直とあと反射と両方で来るみたいで、うんうん、なんか一番 80% 当たるのが雪山だそうなんですよ。その雪、だから山頂とかで夏に登っても雪残ってるじゃないですか。はい、雪の上にいると雪からの反射と直の紫外線が当たるのが一番やっぱりよ、うん、肌に与える影響が 80% って言ったかな、確かなんかそのぐらいで。次が海なんですよ。海 の, 反射とその 直視で当たるのが、それが多分60か70か。ちょっとちゃんと覚えてないですけど、なので、結構危険なんですよね、その。なるほどですね。まあじゃあ、もう、ね、雪山はなかなかこの季節行く人は少ないかもしれないですけど、このあと海水浴のシーズンになりますから、皆さん、お気をつけようですね。そうなんですよ。特に6月、7月、あ、違うな、5月、6月の紫外線が一番やっぱり、吸収しやすいみたいなんですよね。なんか聞いたことあります。実は5月が紫外線が一番強い。そうそうそう。そうなんです。うんうん、だから今は実は、ただ雨がやっぱり降ったりとかするし、
結構こう気温もそんなに真夏みたいに上がらないので、意外とそうでもないのかなと思いきや、結構晴れの日とかのこの5月6月とかの紫外線は強いので、はいはいはい、やっていけないっていうところです、ね、はい、そうなんですね。結構色が、うん、サーファーの人ってすごい金髪なんです。そうなんです。それ予防するにはどうしたらいいんですか。もうなんか帽子かぶるとかですかね。ああ、もう当たらないのが一番ってことですね。そうですね。だから多分スキーの選手とかスノボの選手も結構黙ってたら多分色抜けると思うんですけど、あの人たち多分帽子かぶってるんで多少は防げてるのかな。ああ、なるほどですね。サーファーはそのまま直撃ですもんね。はい、そうなんです。まあでも自然にねブリーチしたい人はおすすめってことですね。そうですね、まあ、今ブリーチするされる方は結構インナーとかでも多いし、お、うん、どんな心境かっていうとどんなんでしょうかね。髪を染めた時、あ、髪を染めた時の心境、はい、なんかそれは心境の変化があるみたいなことですかね。心境、そうですね、で見たいみたいになるっていう、そうですね。髪の毛を何色に染めたことがありますか、その時はどんな心境でしたかっていう。どんな心境でしたか。仲間さんは一番明るくしてた時は、一番明るくしてた時はもう金髪なので、うん、まあ、ちょっと違うなと思いましたけど。お、私はそこまでやってないですね。まあそうですよね。うん、やんない方がいいと思います。そう、ちょっとね、まあ、職業柄あんまりに抜いちゃうのはっていうのはありますしね、はいはい、やっぱり職業柄 ありますか。やっぱり明るくなんか、まあ、そうですね、そうですね、あんまり裁判所で金髪の弁護士とか見かけないんですけどね。ですね。まあいいんですけどね。まあそれも個性だから、全然やっちゃいけないとも思わないですけどね。という感じで。はい。SK2 さんは、すごく変えたこととかあるんですかね、髪の毛の色は。どうなんでしょうかね。次またそのコメントをぜひいただきたいですね。はい。ぜひぜひコメントお待ちしています。はい。はい、ということで、はい、はい、もうそろそろ最後の方なので、クドワスコの手相コーナーということで。はい、クドワスコの手相コーナー、ありがとうございます。じゃあ、今日はですね、いわゆるこう手のひら、生命線、皆さん分かりますよね。生命線とこう、なんですかね、最初がくっついてる、横に伸びてるのが、頭脳線なんですけれども、普通皆さん、この、頭脳線と生命線の、なんていうのか、始まりのところってくっついてるじゃないですか。はいはいはい。これが離れてる方？ああ、はい。これ、よく、島田さんとか笑い芸人の島田秀平さんも言ってますが、離れてると、KY 線、空気読めない線。そう、離れてます。離れてます？カマさん離れてます。ただね、これその芸能人に多かったりとか、その、クリエイターの方とか、芸術的な方は割と離れてるんですよ。ただ空気読めないっていう言い方はあれなんですけれども、そういう周りの空気っていうよりもちゃんと自分の独自性を持ってらっしゃるとか、いうことなので、はい。いいことですよ、全然。そうなんですね。まあ、僕はもうあえて空気は読まないっていうふうにもう決めてやってますんで、普段から。素晴らしい。いいと思います。はい。皆さんの手相はどうだったでしょうか。そうですね。じゃあ、そろそろお時間が近づきました。あっという間でした。はい。今日も30分お付き合いいただきありがとうございました。山下さん、この番組は毎週日曜日夜8時から、やってますので、また来週もぜひご視聴お願いします。よろしくお願いします。はい。では、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。